すごいわよ。後悔させてあげる。おいで。やった。地獄の沙汰も金次第。後悔させてあげます。ワイマドス、やった。死して屍、拾うものなし。私が守ります。こんなところかな。天馬覆滅。相手が嫌だってのかよ。ちょっとだけ遊ぼうぜ。さあこっちに来いって。おじさんたちが酒の飲み方、遊び方を教えてやるからよ。うん、そんな汚い手で僕に触らないでよね。いい？このティノン・エルサントに触れていいのは将来の旦那様だけなんだよ。わかった？そんな釣れないこと言わずに仲良くしようぜ、お嬢ちゃん。まったく、どこの町にもこういうくだらない人たちっているよね。くだらねえだ。優しくしてるや、つけ上がりやがって。どうやら痛い目に遭わなきゃ分かんねえようだな。分からないのはそっちだよ。もう僕、おじさんたちに付き合ってる暇ないんだからね。おととい来てよ。バイバイ。ふざけやがって。こうなりゃ腕ずくで言うこと聞かせてやるぜ。分かってる。あの女の子を助けなきゃな。おい、大丈夫？はい、おしまいっと。正義は必ず勝つんだよ。これで分かったでしょ。君たち、手助けしてくれるつもりだった？優しいんだね。でも僕、強いから大丈夫だよ。ありがとう。じゃあね。
構すごい女の子だな。可愛くてかっこいいですね。ティノン・エルサント、エルサント、ひょっとして、ひょっとすると、あのサーレ家のご息女。それで宝玉はあといくつ集めればいいんだ？はい、あと2つです。次は迷いの森ってご存知ですか？ああ、有名だからな。この前行ったタリム洞窟のすぐ東だ。ほう、迷いの森ですか。なるほど、あそこならまだ発見されていない魔法遺物が存在していてもおかしくはありません。しかし、迷いの森をご存知とは。セフィー城はお若いのに物知りですなあ。いや、ご提案ご提案、これは将来が楽しみです。ちょっと待て、なんで急に吹けるんだ。あ、いや、突っ込むのはそこじゃなくて、あんたまだこの先もついてくる気かよ。それはもちろん当たり前。各地を巡って魔法の知見を広めるのが私の目的。あなたたちほどその目的に合致する対象はいない。私たちもうずっとずっとお友達。地獄の果てまでお友達。厚かましいやつだな。たく、勘弁してくれよ。まあまあ、そう落ち込まないように。それすり合うも多少の縁と言いますしね。えねえじゃない。何でもかんでも多少の縁で片付けるな。セフィ、ニコニコしてないで、お前もなんとか言えよ。今回のことに他人を巻き込んで平気なのか。私たちが巻き込むわけじゃありません。みんながクレイズさんに引き寄せられてくるんです。メルさんだけじゃありません。これからももっとたくさんの人がクレイズさんのもとへ集まってくるでしょう。運命に導かれて。そして私たちの時計は再び回り始める。クレイズさんはそういう星のもとに生まれたんです。星のもと？バカ言うなよ。まあ、依頼人様が OK って言うんなら俺がとやかく言うこともないな。ともかく明日もあるし、さっさと休むぞ。こともあるし、少し外にでも出てみるか。あ、クレイズさん、こんな時間にどうしたんですか？チビスケの方こそどうしたんだよ。子供は寝る時間だろ。ちょっと眠れなくて。よかったら私の部屋で少しお話でもしませんか？そうだな、付き合ってやるよ。あ、ほらクレイスさん、今日はアルトがとっても綺麗に見えますよ。あ、そうだな。
ルトを眺めてると、なんだか急に懐かしくなることってありませんか？あるよ、時々な。本当ですか？うん、子供の頃をよく眺めてた。こんな風に一緒に。子供の頃ですか？どうかしたのか？いえ、今日はアルトの光が強くて他の星が全く見えませんね。星か。そういえばさっきおかしなことを言ってたよな。そういう星のもとに生まれたとか、運命がどうのこうのって。人はそれぞれ運命を持って生まれてくるんです。メルローズさんもクレイズさんも私も、それぞれの役割を果たすために。吟遊詩人らしい言葉だな。だが俺にはそんな話信じられないな。信じられなくても実際そうなんですよ。みんなそれぞれの星に導かれて、それぞれの。だったらクレスさん、だったら何の役割も果たせないまま死んでいった命はどうなるんだよ。自分の役割も知らないまま知っていた小さな命は。クレスさん、すまない、ちびすけに当たるようなことじゃなかったな。いえ、私は別に。俺はもう寝るよ。ちびすけもあんまり夜更かしするなよ。やっぱり信じられないな、さっきの話。俺も果たせなかったからさ、その自分に与えられた役割ってやつを。クレスさん。